といえばニュースフラッシュ。こんにちは。12月9日木曜日、バジ文化応援アイドル桜花の奇跡、一ノ瀬恵那です。本日も重症出走予定馬より状況推奨馬を挙げさせていただきます。題して恵那の状況推奨馬。まずは今週12月8日水曜日の立冬美穂の追い切り時計から確認していきましょう。まずは立冬から。私が見た時計ではシーウッドは6波の80秒台を切ってくる子が今週も出ています。シーウッドの自動計測が始まった関係で、姉妹の時計は大馬さんによっては以前より早く感じることがありそうです。馬場状態は主で半マイル50秒台を切る大馬さんは1頭だけ出ていました。1頭半路の馬場状態も主、1番時計は4波の50秒5でした。続いてミホです。南ウッドの馬場状態も主、5波の64から65秒台が早めの印象で、半マイル50秒台を切る大馬さんは1頭だけいました。ミホハンドの馬場状態も主、1番時計は4波の51秒0でした。よければ参考にしてみてください。まずは土曜日、中京競馬場で行われる中日新聞杯より推奨馬の1頭は中2週も元気いっぱい、こちらラーゴムです。はい、最終追い切りはシーウッドで5波論66秒9、3波論36秒6、ラスト1波論が11秒4をマーク。自動計測スタートによりはっきりとは言い難いのですが、3波論からラスト1波論は自己ベストで伸び伸びと迫力のある動きでした。結果の出ない時期もありましたが、春のクラシック時にも積み上げてきたシーウッドでのみっちり調整がここへ来て成長につながっている印象です。勢いもあって楽しみです。続いて気になった2頭もご紹介いたします。こちらです。まず1頭目がアドマイアビルボー。はい、前後の関節もよく動いている印象です。金2層馬券圏内の内容ですが、どちらも最終追い切りはしっかり追ってのものでした。そして今回もしっかりと追われており迫力がありました。状態が上がってきている印象で気になります。もう1頭はバイオスパーク。はい、今回久々にコンビを組む藤井寛一郎騎手を背に最終1周前とコンタクトを確認。最終の動きは首を使ってハミを取れている印象でしたし、叩いた分の量化も期待できそうです。続きまして、日曜日に中山競馬場で行われるカペラステークスより1頭目は販路の動きはやはり目を引く、こちらウォズスーパーフレアです。はい、1周前追い切りは立冬販路で4波論50秒7、ラスト1波論が12秒6をマーク。合わせたサンライズノバには松若騎手がまたがっており、首差遅れましたが、本馬は助手さんが乗ってのものでしたし、両馬ともにしっかりと追われたレベルの高い合わせ馬だったと思います。最終追い切りは松若騎手で販路を完走、馬なりで迫力もあって好気配でした。いい走りに期待したいです。続きまして、2頭目は体調の良さそうな調整過程、こちらみすゞグランド王です。はい、中4周で元気いっぱいに南ウッドで終えており、5波論から3本、1周前には6波論からも1本消化できています。12月4日土曜日には南ウッドで5波論67秒7、ラスト1波論が11秒9をマークし、本番にしては姉妹までよく伸びていました。実戦タイプな面はありますが、今までマークしていなかった11秒台を最終追い切り、そして12月4日土曜日とマークできており、体調が良さそうなので気になります。そして気になった1頭もご紹介いたします。こちらです。リサーニングです。はい、最終の南ウッドの動きは足さばきもスムーズに感じました。個人的には馬体がもう少しパンとしてほしい気持ちもありますが、1周前には南ウッドで古馬オープン馬のリュード馬を追走選択し自己ベストをマーク、気になります。続きまして、阪神競馬場で行われる阪神ジュベナイルフィリーズより1頭目は反応の良さが素晴らしい、こちらナムラクレアです。はい、1周前追い切りは立冬販路で4波論54秒9、ラスト1波論が11秒7をマーク。合わせ馬を少し前に置く形で 1.1 秒追走し、進路を確保してから浜中騎手の手が動くと抜群の反応を見せて 1.4 秒先着しています。最終追い切りでは4波論52秒に、2波論23秒7、ラスト1波論が11秒6をマーク。1周前よりも早い全体時計で駆け抜けながら、ラストにかけての伸びっぷりも抜群でした。
浜中騎手の合図を待てていますし、新馬以来のマイル戦に向けて良い準備ができていると思います。続きまして2頭目は、追われたら弾けていきそう、こちらステルナーティーヤです。はい、一周前追い切りは南ウッドで5ハロン68秒に、ラスト1ハロンが11秒9をマーク。3頭合わせの外で手応え抜群、馬体のバランスも非常によく見えました。最終追い切りでは500キロ以上ある合わせ馬の内を駆け抜けていましたが、 0.9 秒追走し導入する姿は馬格の差を感じさせない動きでした。2周前から南ウッドで6ハロンから追われていますし、こちらも楽しみです。ここからは気になった大馬さんをご紹介していきます。まずはこちら、ベルクレスタです。はい、1周前追い切りは立東半路で4ハロン51秒1、ラスト1ハロンが12秒0をマーク。少々ブレが気になりましたが、高度圏をマーク。最終の半路では時計こそ速くないものの、ひとかきひとかきが伸びやかに走れている印象で、ブレも少なく好仕上がりに移りました。2週前には新馬調整時以来のシーウッド入りもできており、ベストに近い時計をマーク。2歳でここまで動けていたら楽しみです。続いてはこちら、ナミュールです。はい、今回中2週ですが、最終追い切りは立東半路で4ハロン54秒0、3ハロン38秒4、ラスト1ハロンが11秒8をマーク。3ハロンからの時計は自己ベストで、クリスチャン・デムーロ騎手もコンタクトを確認。感覚は詰まっていますが、足の回転力も元気いっぱいに移ります。ということで、今週もみんな無事に競馬を愛して楽しんでいきましょう。以上、ネット競馬ニュースフラッシュでした。